はい、タチャハオ、こんにちは、シャンメです。本日もマージサバイバルやっていきたい。さてさて、本日デイ9だったかなのパート2あたり、3でした。パート3から報告をしていきましょう。鶏が産んだ卵を確かめてみよう。はい、卵だ、美味しそうっす。ジョイ、どうしたの？何かあった？ワンワン。ママ、見て、コッコのお家にこんなのがあったよ。なんてこと、これってもしかして卵ですか？ああ、鶏が卵を産んだみたいです。そんな、こんなことがありえるんですか？産みたての卵ですって？卵？それって何？コッコが産んだこの丸い玉のことよ。これでスクランブルエッグやオムレツといった料理が作れるの。わあ、ほんと？スクランブルエッグもオムレツも全部これで作るものなの？そうだよ、ジョイ。これで僕たちも美味しい卵料理が食べられるんですね、ソフィア。ええ、そうですね。貴重な食材ができて何よりです。この卵を使って、これからいろいろ美味しいものをお作りします。楽しみにしててくださいね。やった！ワンワン、ワンワン。いや、卵があるっていうのは大きいよ。ジョイがやったの、すごいでしょ？コッコ、卵くれてありがとう。ご飯たくさん食べて、また卵ちょうだい。あれ、ココがどっかに。あ、どこ行くの？コッコ、ご飯ちゃんと食べなきゃ。転んだ。あ、痛い。痛いよ。ジョイ、だからいつも走らないでって言ってるのに。見せなさい。あ、ジョイ、足から血が。ママ。ジョイ、いきなり走ったりするからでしょ。イーデン、申し訳ないですけど、救急箱を取ってきてもらえますか。あ、はい、すぐ持ってきます。鶏が産んだ卵を鶏舎で収穫することができます。その卵でいろいろな料理が作れるのでワクワクします。やったね。いや、卵は大きいよ。さっき売り払ったやつ。なるほどね。水の瓶はいいとして、小麦ね。そっか、食べさせて卵を産んでもらうと。いうやつ。なるほどな。新規エリアはならず。いいんだ。昨日見つけたから。十分だよ。ガチャ回そう。うん。あと3回いけるかな、ガチャ。おう。でも、もう2回。おう。まあ、どっちにしろ、あと3、4回できなきゃいけないから。また溜まるの。あ、これ受け取れる。そっかそっか、装飾受け取れるんだ。装飾どこに行った？どこ？どこに行った？さっき受け取ったものは？ん？ん？あ、これか、受け取り。あ、そこに設置されるんだ。あ、かわいい。ケーキは回収されたね。なるほど、理解。
じゃあ、ジョイさんの方を攻撃してこよう。どういう状況だっけ。とりあえず、サイト作っておこう。クレヨンが出ないんだよ。クレヨンっていうか、パステルか。で、とりあえず、これ、プレゼントボックス？ここに出てきたんで、合成します。プレゼント箱レベル2。誰かが心を込めて用意したプレゼント。開けるまで中身はわからない。早く開けてみよう。これか。プレゼント箱。これ、全部ジョイの？やった。何が入ってるのかな？早く開けてみよう。と。何が入ってんだい？ん？おもちゃの、司教。レベル1。お医者さんごっこ用のおもちゃの司教。円形の鏡で校内を観察するための道具。どれどれ、虫歯がないか見てみようかな。おもちゃの体温計、レベル2。お医者さんごっこ用のおもちゃの体温計。患者の体温を測るための道具。おもちゃなので実際に測ることはできないけど、これで遊べば看護師さんになった気分。えい。おもちゃのメス、レベル3。お医者さんごっこ用のおもちゃのメス。病院で体を切開するための道具。本物のメスのように鋭くはないため、安全に遊ぶことができる。おもちゃの注射器。レベル4。お医者さんごっこ用のおもちゃの注射器。薬物などを体内に注射するための道具。本物のお注射もおもちゃみたいに痛くなければいいのに。でも最近針ないやつ売ってるよね。売ってるっていうか、あるよね。これも合成しようか。問題はクレヨンがね。こっからでもないのか、ひょっとして。クレヨンは。一体どっから出るんだ？アヒルのおもちゃレベル1。ゴム製のアヒルのおもちゃ。水に浮くので、お風呂で遊ぶのにぴったり。お風呂は嫌だけど、アヒルのおもちゃで遊ぶのは好き。これどこから出てくるねん、ルパス。ん？これ？これどこから出る？え？原木のおもちゃレベル2。車輪がついた犬のおもちゃ。角が丸みを帯びているため、安全に遊べる。車輪を転がしてみよう。どこまで行けるかな？ちょっと待って。これ。いや、どこから出てくるこれ。え？え？ん？キラキラの宝石箱。開けてみるね。開かないよ。鍵がかかっているみたい。鍵が必要なのかな？これですかね。あ、ちゃんと回収しないとね。レベル1。子供用の宝石箱。中に色とりどりのビーズが入っている。しっかり鍵がかかっているようだけど、どこかに鍵はないかな。これ？か？だね。待機。あ、8秒とかなんだ。親切、親切。これ3分とかだと、何しようかなってなるよね。へへ、かわいいビー玉。紐につけてブレスレットを作ろうっと。こっちかな。いや、だからクレパスがね。よいしょ。じゃ順番に見るか。レベル1。青いビーズ。糸を通すための穴が開いている。綺麗な腕輪を作るにはもっとビーズが必要だ。ビーズ、レベル2。卵型の紫色のビーズ。糸を通すための穴が開いている。これで綺麗な腕輪を作ろう。えい。ビーズ、レベル3。ハート型のピンク色のビーズ。糸を通すための穴が開いている。このビーズで腕輪を作って好きな友達にプレゼントしよう。えい。ビーズ、レベル4。リボン型の黄色のビーズ。糸を通すための穴が開いている。
このビーズで腕輪を作ればとびっきり素敵なものになりそう。作ったらママにプレゼントしよう。わあ、平和。いいね。お？腕輪。レベル1。腕輪用の丈夫な紐。腕輪作りはいつだって楽しい。今度はどんなビーズを通そうかな。腕輪ができる。問題は、一体、これはどこから現れる？これは、これはどこから？助けて。で、これはこっからなんだけど、これは何から出てくる？通してみる。絶対このプレイテーブルはさ、違うと思うんだよね。あ、なんかできた。腕輪。レベル2だ。一種類のビーズで作った腕輪、今のままでも悪くないけど、他のビーズを通すともっと良くなりそう。あ、ここでね、他の種類のものも入れようと。こんな感じか。へえ。これちょっと面白いな。クレヨンが出ないよ。クレヨンもだけどこれだよね。落書きシリーズも、もう謎なんだけど。どうしたらいい？とりあえず、おもちゃのドラム、レベル3、子供用のおもちゃのドラム。ミニサイズなので、子供でも簡単に扱える。ドラムを叩くジョイ、どう？かっこいい？まあ、これどんどん合成しようか。わかんないし。恐竜のおもちゃ、レベル4。草食恐竜のおもちゃ。背中には、尖った飾りがついているため、遊ぶときは注意が必要。昔はこんな恐竜がたくさんいたんだって。ジョイも会ってみたい。うん。どうしよう。あ、これ、いつの間にあったこれ。え？あれ？気づいてなかった。アホ。プレイテーブル、レベル2。まだ組み立て途中の子供用プレイテーブル。このままだと遊べないよ。早く組み立ててちょうだい。ごめん、あった。ここでお絵かきしようっと。パパに見せてあげたら、きっとびっくりするよね。へへ。ああ、ごめん。スケッチブックレベル1。小さなスケッチブック。つたないながらも一生懸命描いた絵が収められている。ジョイの描いた絵。どう？お、出た。やっと。よし。とりあえず収めよう。ここ、どこにいるの？ここ、ここいないの？ここ。とりあえずこれ合成するか。えい。ブリーフケースレベル4。パパのブリーフケース。パパが仕事に行くときに持つカバン。中には難しい言葉が書いてある書類がいっぱい入っている。自転車も合成しよう。あ、ここからか。レベル4自転車。思い出がぎっしり詰まった自転車。何度も転びながら練習したのを思い出す。やっと乗れるようになった時は、天にも昇る気分だったよね。スクーターレベル5。何度も乗ったスクーター。こいつと一緒にのどかなところまで出かけたりしていたね。道路を疾走するとストレスが吹っ飛んだよ。うん。これはマックス。ちょっと、これも、ちょっとこの間作っちゃった。タブレット PC レベル5。今ではあまり使わないタブレット PC。これでゲームを楽しんだり、
写真や動画を鑑賞したりした。久しぶりに電源を入れてみると、思い出が溢れ出てきた。これマックスね。で、これもマックス。他は作りかけかな？ママのシリーズの方だね。書類の束、レベル4。ママが仕事で使う書類の束。難しい言葉がびっしりで読みにくい。こんな難しい仕事をしているママは本当にすごいよね。いや、でもまあ、研究者ってなんか、もう入り込めん領域だよね。なんか一般人には。じゃあ、もうちょっと出してみようか。ちょっとこの辺ね。シリーズ。まず順番に。クレパスレベル1。綺麗な色のクレパス1本。もっといろいろな色があると欲しいな。レベル2。綺麗な色のクレパス2本。これだけでも素敵な絵を描けるよね。レベル3。綺麗な色のクレパス数本。これでもっと素敵な絵が描けそう。レベル4。綺麗な色のクレパスセット。小さな箱に入っている。色の種類が多くて、よりどり緑だね。やった。これってこっから何が出る？あ、そっか。腕はレベル3。2種類のビーズで作った指輪。違う、腕は。2つのビーズを交互に通すことで、おしゃれ度がアップした。間にワンポイントのビーズを挟めば、もっと素敵になりそう。この時点でめちゃめちゃもう、可愛いんだけど。これとこれ。こんなんやっとっていいのかな。なんか、今それどころじゃない気がする。だけでアップグレードができる。レベル2。小さなスケッチブック。つたないながらも一生懸命描いた絵が収められている。ちょいの描いた絵、どう？レベルが上がった。レベル3。小さなスケッチブック。つたないながらも以下略。レベルが上がった。レベル4。一緒だ、文章は。あ、これでマックスか。レベル5。小さなスケッチブック。残りの文章は一緒。で、こっから、あ、クレヨンの完成形を入れて、待ってよ。レベル4。3種類のビーズで作った腕輪。ところどころにアクセントとなるビーズが入っていて、とてもおしゃれ。ジョイが作った腕輪。綺麗でしょ？才能がありますね、ジョイさんは。あ、これなくなるんだ。これはきついぞ。これは、待って。待ってよ。びっくりした。ね。あ、チャージ待ちになってしまった。こっちだな。ちょ、仲間のシリーズはね、仲間のシリーズで置いておこう。こんな感じかな。鍵はどこにも入らんのだが、自分の中で。じゃあ、水。こんな時に水が出ない。こっちからだった、水は。間違いました。あとはハンカチ。ハンカチ。ハンカチ？あれ？間違ってないよね。こっからだよね。急に出なくなったよ。研究員の白衣、
レベル5、ママの研究員用白衣。ママが実験室で着ている。実験室の薬品の匂いがこびりついている。匂いがきつすぎて鼻が曲がりそう。あれ、ハンカチこっから出るんだよね。え？あれ、こっちからだったっけ？いや、そんなことないよ。どうして？どうして？どうして急に出なくなってしまったんだい？あんなにタップしたのに一個も出なかったのはなぜだい？謎である。ハンカチがあと1枚だけ欲しかったんだけど。ね。そうか、これクレヨン作らないと。こっちが仕上がらんのか。で、これをここに入れる。で、待ちと。これ、また次に、ここから出るのを待つんだね。あ、今回は結構ややこしいね。なるほどね。あとハンカチだけなんだけどな。で、まあ、とりあえずスペースがそれなりに空いたから、よしとしよう。待って、メインどうなったっけ？ちょっと見てくる。何をするんだっけ？あ、いっぱいある。とりあえず、やりやすいやつからいくか。薬系はここだけだね。おや？治療する。治療剤の準備。この辺はもういいや。あとは、これと、プラスチックゴミ。紙ゴミはなし。プラゴミをください。プラゴミを。紙ゴミはまあ、さよならかな。整理する。紙、特に収めるとこもないよね。紙ゴミって。じゃあ、さらば。うわぁ、もったいない。リンゴに関してはな、さっきね、合成に合成をしてしまったところなんですよ。リンゴ出ないかな。そう、都合よくはいかんか。よいしょ。リンゴはもう後日です。で、あとは、地図。あ、いきなり出たのに。改装する。つい、連続タップしてしまった。障害物を除去。この辺はいらない。よいしょ。売る。障害物を除去。まだ上なんだけど。抵抗する。これと
急にでんくなる。なんか気のせいか。よし、障害物を除去。慰めるがね、リンゴが出ないっす。果樹園に行ってもらえばいいの？確認してきていい？果樹園に行くと、あ、リンゴ拾ってこれる。その方が確率高いかな。いつ出るともしれん。リンゴを探すぐらいだったら。リンゴな、もう一かけらあればな。できていたのに。出ないか。そんな、たまたまとか出ないよね。枝ぐらいか。出ない。ああ、やっぱちょっと厳しいかな、リンゴ自力で出すのは。さっきね、すごいダッシュで出たんですよ。あ、こんな感じで。うる。いや、でもさすがに厳しいかな。あ、あ、ちょっと待ってよ。あ、そうだ、忘れてたけど、これ合成しよう。そうだった。これね、シャベル12を作りますよ。えい、斧のレベル12。木を割るのに使う鋭い道具、薪割りでよく使われる。やっともうちょいで13にね。もうちょいでもないかな。いつか13に。どっちにしろフィールドがきついな。リンゴ、リンゴ、体力がなくなる。あ、出た。よしよしよし、これで OK。 あとはちょっと待ってよ。まずこれ、身受け取りに入ったな。うん、エネルギー利用。で、レベル上げちゃう？いや、今時間。レベル上げると何分？ 10 分か。10分だけレベルアップして頑張る。いや、もうちょっとやったら、ちょっと今日は終わっとくか。というわけで、ここに出てる100体力を使う。ちょっと待ってね。こっち邪魔だから売ろう。よし、慰める。よっしゃ、やっと。というわけで、キャンプ9日目のパート4、転んだジョイの手当てをしてあげよう。やったね。ソフィア、どうぞ。消毒薬と傷薬が役に立つはずです。絆創膏も入ってます。ありがとう、イーデン。イーデンが薬を持ってきてくれたからもう大丈夫よ。少しだけ辛抱してね。ウィーン。ほら、あとは絆創膏を貼ればできたわ。痛かったでしょ？おいで、ママが抱っこしてあげる。うん、痛かった。手当てしてもらえてよかったね、ジョイ。僕もジョイくらいだった頃に転んで怪我をしたことがあったっけ。僕には優しく手当てしてくれる人はいなくて、
人寂しく泣いてたんだよね。いいな、ジョイは。優しく手当てをしてくれて、泣いてくれる家族がいて。これから先も僕が家族の愛やぬくもりを感じる機会はないんだろうな。うわ、寂しい。お母さんとかどうしちゃったのかね。ご両親は。もっとリンゴの木に関する情報が欲しいわ。調査が終わるまでにここが略奪者に見つからなければいいのだけれど、略奪者にはこのリンゴの木の重要性は理解できないわ。金の卵を産むガチョウのお腹を切り裂くかのようにリンゴを食べ尽くし、切り倒して焚き木にしてしまうはず。ねえ、イーデン、前から考えていたことですけど、キャンプ周辺のセキュリティを強化するべきだと思います。セキュリティですか？ええ、昨日の砂嵐で被害を受けたのは私たちだけではないはずです。幸い私たちは少ない被害で済みましたが、復旧できないほどの被害を受けた人々は、他のところに略奪を仕掛けるかもしれないんですね。そうです。しかもここにはリンゴの木があります。こんな貴重なものがある私たちのキャンプはいつ略奪者のたちの標的になってもおかしくありません。リンゴの木とキャンプを守るために略奪者たちの襲撃に備えるべきです。でもここは偏僻な場所ですし、周りを砂の山に囲まれているんですから、大丈夫なんじゃないでしょうか。確かにここは偏僻な場所ですし、砂の山に囲まれています。でも、イーデンや私はここを見つけることができたでしょう。また、誰かに発見されないという保証はありません。あ、そうでしたね。僕たちがここを見つけたように、他の人だって見つける可能性がありますものね。そうなんです。うん、まずは見張り台を作るのはどうでしょうか。できるだけ高く作りましょう。遠くまで見通せるように。いい考えだと思います。じゃあ、早速取り掛かりましょう。お、安全装備。収めちゃえ。え、さっき合成したスコップ。いやー、喋る。持ってかれるんだ。ほえー。丸太の山もさ、これ刻む？一回刻むと許されるよこれ。え、その前にあれか。まずは板。ちょっと待ってよ、バラバラだ。バラバラだ。これでよしと。これはまあ売るかな。使いどこないよね。で、これはハサミでカットです。はい。ちょっとね、作ってみたけど、使いどころがなかったよ。材料の準備。スコップが今日は無理だな。いや、どっちにしろちょっと作ったあれをね、収めるのは嫌だ。せっかく斧までできたのに。このね、右下のこいつを早く何とかしたい。設計する。これは売る。土を掘る。いつになるか。ノコギリからすると、あと3段階上げなきゃダメだ。ノコギリでも結構ハードル高いのにね。じゃあ、ノギスまで作っちゃってるしな。これも、ちょっと頑張って、これは売るか。
なんか作ったけど別にいらないねっていう。作ろう。なんか56もうちょい違う、これまだだ何がもうちょいだったのか。これは売る。うん、でこれ作ったら終わろう。もういい時間だ。売る。これと待ってよ、少々出るな。これ立てる。これって57か。これなんとかしたいな。これノギスとかもさ、上のレベル作ったことないんだよね。これもう待機中だしな。せっかくならピンクッションまで作るか。でも残り25しかないな。やめとくか。これを仕上げたら終わろう。こうだ。よし、残りはもう次回以降です。問題は多分ね、このスコップを作るのに 2,3 日かかるんじゃないか、そう思っておるのですが、あとこれは裏でこそこそやっておきますねあとはサバイバル活動をするとなんかもらえる。あと2分だって。ジョイさんの方だけ行こうか。よし、わーん。サム、嫌い。サム君嫌われちゃいましたね。電話機。電話機。待ってよ。鍵、靴。鍵はこっちだったっけ？鍵。パパのアイテムがすごい出づらいんだけど。靴。これ OK ね。鍵1個は OK。 1個、電話機1個、鍵も1個。鍵は車庫違う、こっちからだ。待機あー先は長い。今日はこんなとこかな。やっと右下が開いた。あとでもこの3個だけだね。で、これ開けたいな。おもちゃ。プレゼントボックスから。あ、再びの。これ合成していい？お？子供の人形。
レベル5、可愛い子供の人形。子供たちの良い友達になってくれるおもちゃ。悲しい時も嬉しい時も、いつも笑ってくれる君は、ジョイのベストフレンドだよ。ジョイお、落書き出てきましたね。落書きレベル1。大好きなぬいぐるみを思い浮かべながら一生懸命描いた絵。可愛いでしょ？ジョイが好きなウサちゃん。はい、タイ。落書きレベル2。我が家を思い浮かべながら一生懸命描いた絵。家族みんなが一緒のお家が一番好き。そして、落書きレベル3。楽しかったひとときを思い浮かべながら一生懸命描いた絵。みんなで公園で遊んだ思い出がいっぱい詰まっている。また遊びたいな。切ない。もう戻ってこない時間だもんね。なんでか知らないけど。これでマックスかな。落書きレベル4。家族を思い浮かべながら一生懸命描いた絵。うまく描けなくても込めた思いは誰にも負けないよ。というわけでね、絵のシリーズは一応揃いましたが、鍵が出てこんということで、もうちょっとだけ粘ってみるか。ちょっと、一回、いや、待ってよ。ビーズはこっち。置き場に困るな、この辺、本当に。ビーズシリーズね。で、鍵が出ないんだけど、エネルギー、まあ、ちょっと回復しに行ってこう。よし。で、鍵を出したい。あ、これでいい。パパー。おや？ママのシリーズだ。ママのシリーズだ。今度はパパの方がすごい出る。なぜだ？これだ。これと、え、は、終わった。調子に乗って合成したから。ってことは、絵がまた出てくるのを待たなければいけない？待って、スケッチブック自体は、こっからか。もうこの辺はちょっと裏で作っておきますね、うん。出てくるところはだいたい理解しました。ちょっと寄せとくか。こんな感じかな。もう一段下げてもいいか。こんな感じ？ちょっと派生が多くてね、若干頭ぐちゃぐちゃになってるけど。まあ多分大丈夫かな。あ、シードが返ってきてる。あ、じゃあ、ジョイさんにちょっとメインキャンプ行っとってもらうかな。あとはみんな死にそうな顔してるから。みんなのこのすごい疲れ顔結構好きなんだけど。なんか、すごく心がこもってる。よし、というわけで今回はここまでにしたいかなと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。